デメトリアス・ジェローム・スチュワートは、アメリカ合衆国フロリダ州ゲインズビル出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のボルチモアオリオールズ所属。フロリダ州立大学時代2012年の MLB ドラフト28巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されたが、この時は契約せずに、フロリダ州立大学へ進学した。2015年の MLB ドラフト1巡目で、 ボルチモアオリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 アバディーンアイアンバーズで、プロデビュー。62試合に出場して打率。218、6本塁打、24打点、4盗塁を記録した。2016年は、A 級デルマーバ・ショアバーズと、A 級フレデリック・キーズでプレーし、2球団合計で121試合に出場して打率。 10本塁打55打点、26盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2017年は AA 級ボーイベーソックスでプレーし、126試合に出場して打率。278、21本塁打79打点、20盗塁を記録した。2018年、マイナーでは、 トリプル A 級ノーフォークタイズでプレーし、116試合に出場して打率。235、12本塁打、55打点、11、盗塁を記録した。ロースター拡大後の9月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌12日のオークランドアスレチックス戦にて、7番、左翼手で先発出場してメジャーデビュー。 この年メジャーでは17試合に出場して打率、253本塁打、10打点、2投塁を記録した。ありがとうございます。